皆さんこんにちは、アリティアと申します。よろしくお願いします。今回はまたインドネシアについて話をさせていただきたいと思います。でも今回は私は一人じゃなくて、たまたま日本から来てくれた友達がいて、その友達と一緒に話をさせていただきます。よろしくお願いします。まあ、まず土田さん、皆さん自己紹介してください。スラマパギー。嘘。いや、無理ですよ。でもまあそのくらいわかるでしょ。まあそうですね、はい。こんにちは、私は土田と言います。2016年の7月から、2017年の12月まで、1年半、インドネシアの方に駐在してジャカルタとスラバヤにいました。で、周りの社員がインドネシア人だけだったので、よくインドネシア の、 そのいわゆるワルンによく食事に行って、ローカル の、 その食文化というものをですね、はい、たくさん経験させていただきました。まずその皆さん、そのワルンについて、多分ワルンということを知らない人がいると思いますので、はい、まずそのワルンとは どんな。そうですね、ワルンとはいわゆるその一般的な、そのインドネシア の、 その日本でいう食堂みたいなところなんですけれども、本当にそのいろんな種類があって、例えば本当にちっちゃい、ちっちゃいその食堂だったり、あとは例えば屋台だったり、そういうところによく私は行ってました。値段は安いですね。で、やっぱりそのショッピングも、そう、大体一杯、まあ物によりますけど、大体200円、日本円で200円ぐらい。もっと安いか。もっと安いのありますよ。もっと安い。あ、そうだそうだ。だからミヤヤムとか。そうそう、ミヤヤムとか、5000ルピアとか。あとは、私がそのスラバヤから車で、一緒にね、例えばジュンベルとか、行った時に、その途中で、バクソー、ミートボール、はい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 、ミートボールなんですけど、肉団子、はいはいはい、それをまあ本当にいわゆるワルンで食べた時に5000ルピアだったんで、1杯5000ルピアってことは大体40円ぐらいでした。40円。それで結構2杯、もう1杯おかわりして、こう2杯食べてお腹いっぱいっていう、そういう世界なので、いや、それがねすごくやっぱり美味しくて、そのワルンでも結構なんだろう、開放的な、そういうワルンもあったりとかして、はいはい、そういうところで食べるそのインドネシア料理、日本人にとってはすごい暑い気候で、そういう暖かいそういうものを食べるっていうのがすごく最高で、私はすごい大好きでしたね。はい。ワルンで食べてからお腹壊したことありますか？あ、実は私はワルンでお腹を壊したことがありません。ありませんか？インドネシアの1年半の生活の中で、はい、唯一下したのは1回だけです。あ、それは、これも、何で下したんだっけ、ね、水だったかな。あ、ワルンが出した水、ワルンが出した水だったと思うんだけど、はい、それを飲ん、ちょっとそこの料理がちょっと辛かったんで、どうしてもその自分にペットボトルがなかったんですよ。はい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 、あ、ないから、め、あ、で、細かいお金もなかったから、あ、だからいいかと思って、で、そこにあった水をこう飲んだら、はいはいはい、その次の日、その日の夜から体調がおかしくなって、2日間会社休みました。それだけです。はいはい。水には気をつけましょう。そうですね、はい、やっぱり屋台で一番気をつけないといけないのは水ですね。そうですね、うん、あと他は辛いものも、あんまり辛いもの食べすぎたら、日本人は結構辛いものを食べすぎるとお腹を下してしまうので、辛いものが好きでも、ちょっとある程度徐々に慣れながら、ね、このくらいまでだったら大丈夫って徐々に慣らしながら行った方がいいかもしれません。たまにあれですね、口は大丈夫ですけどお腹はダメという、そうそういう人もいますから。そうです。私の場合は全然大丈夫です。どんだけ丈夫にできてるんだっていう感じですけど、だって今もお土産で、もうね、本当に今日は日本に帰るんですけど、先ほどホテルから近いスーパーマーケット行って、サンバル大量に買って買い込んでます。多分2ヶ月分ぐらいあるかな。それはやっぱり日本にはないからですか？日本にはないです。はい、日本で高いですね。で、日本で例えばこっちで2万ルピアぐらい、
だから100〜150円ぐらいの、サンバルが日本で買うと大体500円超えちゃうので、あのやっぱりどんなにサンバル食べた日本で食べたいなと思っても、あの500円で日本で買うと値段が500円なんで、やっぱりさすがにちょっと手が出ないんですよね。なので大量にここで買ってって、あのインドネシアの味をこう日本で楽しむっていうね、はいはい、結構ねサンバルって使えるんですよね。あ、例えば焼き鳥につけたりとか。そうですね、美味しいですね。美味しいですよね。そうだから日本のその焼き鳥の塩とかにちょこっとつけて食べるとか、あとはその例えばあの餃子に、うん、餃子につけて食べたりする。すごい美味しくて、実はあれも美味しいですよ。あの天ぷら、あ天ぷらね、うん、天ぷらとか唐揚げとか、あ唐揚げいいですね、うん、すごい美味しいんです実は。そうですね、はい、屋台の話戻るんですけど、例えば初めて屋台で食べたい人にどのアドバイスありますか例えばその屋台の選び方とか何かありますか。あ選び方、やっぱり人が入っいっぱい入ってるところから選んだ方がいいと思います。あ、はい、美味しいということですか。そうですね。でそれとやっぱりこう日本人的な感覚からしたら、やっぱりいっぱい人が入ってるってことは、まあ、ある程度美味しい、あの美味しいし、あの信用できるんじゃないか。あ、日本って食にね、はいはいはい、あのご存知の通り日本って食にの安全に厳しいので、はいはいはい、だからやっぱりいっぱい入ってるところは、あのそれだけ、はいはいはい、安全なのかなっていうところと、あとやっぱりこれちょっと、まあ、日本ここに来たら外国人なので、はい、やっぱりそういうところじゃなくて違うところに行ってしまうと、お金をやっぱ外日本人用にお金をいっぱい取られてしまうんじゃないかと思ってしまうので、やっぱりそういう人がいっぱい入っているところからまず行った方がいいと思います。あとはやっぱり慣れてきてインドネシア語ちょっと私のように喋れるようになったら、あのそういう人の少ないところに行って、はいはいはい、行けるんですね行った方がいいと思います。あとその例えば屋台の周りは綺麗かどうかとかも見るんですか。あやっぱりそれはありますね。近くに汚い川があるとかあったりして。あそれはあると思います、うん、だから例えばこれジャカルタで聞いた話なんですけど、はい、あの近くに小川が流れてて、はい、で近くにワルンがあって、はい、で洗った皿、あの皿はその川でこうやって洗ってそのまま使うっていう、そういうケースもあるので、はい、なので危ないですよね。それはちょっと周りのそういうところは確認した方がいいかもですね。オッケーオッケー、はい、あとはよく火が通ってるか通ってないか。あそうですね。あとはあのでも、はい、あの鉛よりは犬舎はないから見たことは多分火取ってる。そうですね。あとは何だろう、あの例えばそのショーケースに飾ってあるものが直射日光が当たってるか当たってないかとか、はいはい、やっぱり当たってるとそれだけね、調理する前なんで品質が劣化した状態で調理するからちょっと衛生的にはあまり良くないし、そういうところはありますよね。あれララパンですね、多分そういうの、うん、そうそうそう、あげる前にケースに、そうそうケースに置いてあるね。そうララパン、やっぱりサンバル感覚、サンバルやっぱりやっぱりそれでサンバルはある程度唐辛子なんでこう消毒してもらうっていう意味で、だから日本のなんかこうお寿司食べるときのわさびみたいな感覚でこうサンバルをこうやって、はいはい、っていうような感じで使ってますね。いや別に信用してるわけじゃ、あの信用してないわけじゃないんですけど、はいはいはい、美味しいですよ、本当に美味しいです、うん、そうですね、ありがとうございます、はい、ワルンね、うん、いやもういっぱいバクソー食べに行ったりナシゴレン、うん、ミーゴレン食べに行ったり、まあいっぱい食べましたね。あとはワルンで行ったら、あだからスラバヤの時なんてラウォン、やっぱスラバヤとかあの東ジャワ州に来たラウォンっていう RAWON、うん、これ絶対食べてください。めちゃくちゃうまいです、はいはい、見た目は良くないですけど食べたら食べるとめちゃくちゃうまいです、はい、スープが黒いんですけど、うん、日本人は抵抗あります見た目は、だけど絶対食べてください。絶対本当におすすめですこれは。そう、はい、あとは最後の質問ですけど、うん、初めてラルン行った時に絶対頼んじゃいけないもの何かありますか。え例えば初めて食べる時は食べない方がいいというもの、何だろう、まあナシプチャルとかその、あナシプチャル野菜入ってるあれとか大丈夫ですかそれは。
自分の場合はなんか大丈夫だったから。あ、そうですか。あのとりあえず何でも食べてみようみたいな。あ、そうですか。腹くあのお腹壊したら壊したまでだと思って、はい、だからあのとりあえず何でも食べようと。はいはい、はい、だからでも水は気をつけて。いや水とあとやっぱりあんまりお腹がそんなに僕みたいに強くないとか、うん、ちょっと弱いとかいう人はちょっと生の野菜はやめた方がいいかもですね。あと気をつけなくちゃいけないのはないですね。ないですね。まあとりあえず水に気をつけて、水は気をつけた方がいい。あと氷も下手したら気をつけた方がいいかもしれない。氷ですね。あとそのワルンの周りにちゃんと見て、ちゃんとそうですね、清潔かどうか、衛生が、はいはい、状態がいいかどうか、はいはい、でまず辛くないものを徐々にステップバイステップでこう、okay. トライしていくっていうのがいいかもしれません、うん、をしたらまあ無難で食べれるというあれかな。無難で食べれますね。はいはい、ぜひもう本当にあのインドネシア料理を本当に日本にねレストランがインドネシア料理のレストランが本当にあの全然専門のインドネシア料理のレストランが全然ないので、はい、そうですね、あってもバリ料理なんで、だからちょっとあのインドネシアに来た時は本格的なインドネシア料理を思いっきり頼していただければなと思います。じゃあ今日はあの時間ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。また今度あの日本行った時にまた、うん、いろいろぜひぜひ楽しい話しましょう。そうですね、はい、ありがとうございました。皆さん、今回の動画はここで終わりにしたいと思います。また今度よろしくお願いいたします。